はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はチューハイでございます。キリンのドライリッキーです。これドライリッキーで合ってんの？ドライリッキーのグレープフルーツ味、ドライジン&グレープフルーツってやつですね。レモンかと思ったらグレープフルーツでした。うん。アルコール度数 7%。富士五殿城蒸留所製ジン使用。キリンのね。こちらはですね、かなり珍しいと思われるんですが、これリキュールではなく、リキュールじゃなくスピリッツと、書いてありますね。スピリッツ。種別がスピリッツになってます。スピリッツ、括弧発泡性。原材料、ジン、酸味料、香料、甘味料。あ、甘味料入ってんのか。ん？あれ、グレープフルーツ入ってない？これ、無果汁じゃん。グレープフルーツ入ってねえのかよ。香料でごまかした感じか。ファンタだ、ファンタ。ファンタかよ。つまり、ジンと、香料と甘味料でごまかした感じなのか。まあいいや、ちょっと飲んでみましょう。これ新しく発売されたやつですよね。なんだ。グレープフルーツって、入ってねえじゃん。グレープフルーツ入ってないんかい。じゃあ、乾杯。うわ。うわ。まずい。これまずい。うわ、なんだこれ。変な味がする。まずい。暑さを脱出せよ。第2弾、爽快体験キャンペーン。がっつりすっきり甘くない。飲めば百花ドライジン。今すぐ謎を解いて、ドライリッキーを手に入れろ。まず。普通にまずい。マジで。変な味がする。なんか変な甘さの、変な味がする。なんだろうこれ。まず。厳選したジュニパーベリー。いや、シュシュの、シュシュのボタニカルを使って蒸留した、富士五殿城蒸留所製のオリジナルジンに柑橘フルーツの風味を効かせ、ここ重要。風味です。香料だね。強めのソーダで仕上げたドライリッキー。ジンの清々しい、香味と、ガツンとした飲み応えが刺激的な爽快感と満足できる酔いをもたらします。まずいな。にしたってまずいな。リッキーとはスピリッツに柑橘などを加え、ソーダで仕上げた爽快でドライな味わいのドリンクスタイルです。まずい。個人的に捨てたいぐらいのまずさ。やばいな。久々の、あれ、
まずいの来たぞ。久々にチューハイで。なんかね、なんか納豆みたいなね、変なね、香りがするのか。なんだこれ。なんか納豆みたいなさ、香りが最後のさ、後味でさ、来るんだけど、これ何？確かに炭酸は強いのは分かった。で、ジンなのもなんとなく分かった。だから何かおかしい。何かがおかしい。なんだこれ。納豆のような臭さ。臭さがある。おかしいな。どうなってるんだ。なんかおかしいこれ。絶対おかしい。絶対おかしい。うわ、やっぱこれ納豆みたいな味がする。なんだこれは。びっくりするほどまずい。なにこれ。ダメだこれ。まずい。きついわこれ。悪いけどきついわ。これはちょっと飲めたもんじゃないレベルのぐらい。うえ。これは捨てたいん、非常に捨てたいんですけど。でもね、まずいはまずいんだけど、まあ、それなりに確かに結構、この変な香りがなければ、喉越しと爽快感と炭酸の強さと、独特のこのジンの香りと、まあ、なかなかマッチはしてるんですが、いかんせんこの香りが、わけがわからん。まずさ。ですね。まあ、とりあえずこれについてはもうまずいでいいんですけど、昨日ですね、実は全く関係ないんですけど、100均で、100円のね、お菓子を買ったんです。100円っていうかね、100均でなんかその在庫処分セールみたいなんで、2つで100円だったんですよ。おそらくそれ1つが100円の商品が、まあ、在庫一掃セール的な感じで、ね、2個で100円だったんです。それがね、名前がキャンディーなんですけど、超酸っぱすぎる、超酸っぱすぎるっていう名前の、まあ、その名の通り、超酸っぱい、キャンディーなんですけど、これがですね、本気で、酸っぱすぎてですね、
多分今まで食べたことのあるものの中で一番酸っぱいんではないかと、普通のお菓子で。これがですね、酸っぱすぎてですね、汗は出るわ。で、さらに、舌がですね、酸で溶けかけたのが、事実溶けたのかわかんないですけど、明らかになんか、舌を見るとですね、なんか明らかになんかシワシワになって、シワシワになってなんか、変なね、亀裂みたいなのが入って、なんかすごいことになってるんですよ。これはですね、一袋全部食ったら、大変なことになってたんです。マジです。これはやばいです。酸っぱすぎ。皆さん、ね、あまり食べない方がいいです。これは、ちなみに、酸っぱい系の食べ物っていうのは、です。歯が溶けるので、あまりやめた方がいいです。あまり。そこまでね、食べない方がいい。と思われます。間違いなく。歯が溶けてですね、虫歯になりやすくなったりとか、しますね。で、こちらなんです。それが、その商品が、超酸っぱすぎー。一袋にビタミン C2000mg 配合。これがね、一袋にビタミン C2000mg 配合って書いてあるんですけど、これがね、どんだけすごいかっていうのがね、わかります。で、ここにですね、注意書きが書いてあります。この商品は大変酸っぱいので、酸っぱいものが苦手な方や小さなお子様は食べないでくださいって書いてあります。俺、初めて見たんです。辛いのの注意書きはよく見たんですけど。ね。これね、大変酸っぱいのでって書いてあるんですよ。辛いの好きな人はわかると思うんですけど、大変辛いのでと、辛いのでとでは、レベルが違うんですよ。大変がついてる方が確実に辛いんですよ。でですね、一袋にビタミン C2000mg 配合って書いてあるんですけど、2000mg です。どんだけかっていうと、いいですか ?2000mg というのはどれぐらいかっていうと。有名な CC レモン。ありますよね。これが、1本 500ml でしょ。ね。1本にどんぐらい入ってるかって。なんと、レモン50個分のビタミン C、かっこ 1000mg ぐらいです。これの2倍入ってるんですよ。CC レモン1本の 500ml のやつね。つまり、レモン100個分入ってるんです、これ。で、ビタミン C っていうのはそもそもがして、C というのは酸っぱい。で、ググると、ビタミン C は酸っぱい?ビタミン C というのは、
酸っぱくないらしいです。つまり何が酸っぱいかっていうとクエン酸が酸っぱいんですね。やっぱりビタミン C は酸っぱくないんだ。ビタミン C ウィキペディアで見ます。ビタミン C そのものは強い癖のある味であるが、食品に含まれる程度の量では食品の味にあまり影響はしない。しかしながら柑橘類でも、酸っぱいものの方が含有量が多い傾向にあるため、酸味の強い果物ほどビタミン C が豊富だと思われがちだが、実際にはこれらの酸味の多くはクエン酸によるものである。上に挙げたように酸味が全くないにもかかわらず、豊富なビタミン C を有している、食品が多いのはこのためである。上というと、トマト、キウイフルーツ、アセロラ、柿、そしてパパイヤ、ブロッコリー、ね、芽キャベツ、ブラックベリー、イチゴ、カリフラワー、ほうれん草、マスクメロン、ブルーベリー、パセリ、ジャガイモ、サツマイモ。ブロッコリーとか芽キャベツとかはあれですね。全然酸っぱくないですよね。なるほどね。じゃあさ、なぜ、ここで問題が。ビタミン C を、サプリメントあるじゃないですか。あれを、こう分解して、舐めてみたんですけど、あれ酸っぱいんですよね。あれなぜなんでしょう。それがまずわからない。わざわざクエン酸を入れてるのか。ビタミン C の、ね、サプリメント。なぜだ。サプリでなんでビタミン C の酸っぱい、サプリは酸っぱい。あ、ヤフーチューブ袋にあった。ビタミン C のサプリが酸っぱいのですが、ビタミン C 自体は酸っぱくないそうですが、ビタミン C のサプリはみんな酸っぱいです。なぜ酸っぱいのでしょう。ビタミン C は通常、アスコルビン酸と言われるものでして、それ自体がとても酸っぱいです。なんかよくはわからない。なんかこれを見る限りだと、また元に戻ったんだけどさ、ビタミン C イコール酸っぱい。え？って。酸っぱいのかよ。じゃあどっちなんだよ。
今日。なるほどね。ということは結果論としてはビタミン C これ酸っぱいで合ってるですね。あら。あれ、ウィキペディアちゃん？あれ。まあ、いっか。もうよくわからん。でですね、このビタミン C というのを、欠乏症ですね。というのが、出血性の障害をもたらす、壊血病を発症すると言われている。なるほど。で、逆に大量摂取すると、尿中に排出されるが、数グラムレベルで一度に大量摂取し、腸管耐容量を超えると下痢を起こす可能性。うん。なるほどね。なんかよく聞くけど、ビタミン C ってなんか風邪にいいとか、予防にいいとか。聞くけど、一体何なんでしょうか。ちなみに、推奨量は成人1日あたりの摂取量として、厚生労働省による推奨量は 100mg である。つまりこれの20分の1です。この袋の。これ 2000mg。で、ちなみに俺は、今日、てかほぼ毎日なんですけど、ビタミン C のサプリで飲んでまして、DHC のね。1日に 1000mg 取ってます。2つ分。だから、まあ、どういうことなのかという。ビタミン C を摂取するための補助食品もよく利用されている。ビタミン C は壊血病の予防のほか、鉄分、カルシウムなどのミネラル吸収促進。なるほど。括弧、鉄過剰症の原因になることもあり、注意を要する。傷の治癒にも利用される。また、風邪やインフルエンザ、その他の感染症に対して、アスコルビン酸粉末などとして医薬品と、併用される。その理由としては、これらのストレスや治癒に際しては、アスコルビン酸の要求量が増大するからというものである。喫煙などストレスによってストレスなどによっても、アスコルビン酸の要求量が増大する。ああ、なるほどね。ビタミン C 錠剤を飲むより、ビタミン C 入りガムを噛んだ場合、血中のビタミン C の増症が速やかに起こり、また吸収量が多いことが分かった。サプリメントや野菜ジュースは野菜サラダを直接摂取した場合と比較して、排出速度が非常に速い。ほう。ということは具体的にどういうこと？これがどういうことを意味してるの？ガムを噛んだ方がいい。
つまり口の中で吸収されるのか。そういうことかな。わかんないけど。だって、野菜ジュースを飲むより野菜サラダを直接食べた方が、吸収量が多いってことは、口の中で、あれなのか、吸収量が吸収されるのか。な？ガムを噛んだ場合だから、それもそうだよね。口の中で吸収されるのかな？ビタミン C と。それっぽいですよね。まあ、うん。こちら、ぜひ。あまりね、一袋一気に食わない方がいいです、これ。俺、一気に食いましたね。一気にっていうか、まあ、ボボボンボンボンみたいな感じで。ね。もう、食ってましたから。あまりやめた方がいいです。本当に。これはね。今でも口の中痛いですか？ちょっと。うん。あのね、どんな感覚かっていうと、飴を舐めすぎて、口の中の上の、口の上の方が、なんか、痛くなるときあるでしょ。あれですね。うん。あれの状態になってます。ということで、こちらドライリッキー、これ捨てます。うん。これはね、そうだな。やっぱ納豆みたいな味がするんだよな。一つ星。これはまずい。皆さんもぜひ、納豆味の、ね。あ、ほら、後味がね、納豆みたいな、ブーンってくるんだよ。なんか、ブーンってくるので、それが、うん。ちょっと、どうなっているんでしょうかっていう、レベルです。それではご視聴ありがとうございました。